どうもアランです。今回はこちら、頭が腐ってカットしたムランジーナの発根確認の動画になります。カットしてから約3ヶ月経った状態なのですが、ご覧の通り枝を至るところから伸ばして元気いっぱいです。正直発根率高いユーフォルビアとはいえ心配してました。ですがね、カットして約2週間ぐらい経った時に緑の芽が出始めた時はもうほんと安心しました。それが今やここまで伸びて、ちょっと徒長気味ではあるんですが、前に管理していたムランジーナよりも元気いっぱいに伸ばしています。で、それで今回はこの株の発根確認をしていきます。では早速抜いていきましょう。おそらくここまで元気に伸びているんで発根してるかとは思うんですがね、まあ、やはり発根していると成長速度が全く違うのでよくわかります。またこの株に使った用土は鹿沼土とパーライトを配合した用土、水はけとある程度の乾きやすさを優先しこの配合にしました。まあ、ただね、今ではこの用土は使用しておりません。現在は、全く別の配合でより発根しやすい用土を目標に日々用土作りをしています。まあ、もちろんね、この用土がダメなわけではないので、この動画を見て参考にして実際に使用してくださった方がいましたら心配しなくて大丈夫です。僕もこの用土で、数多くの株を発根させてきているので、まあ、違いではないです。そこからさらにプラスアルファ上の段階を目指すために用土を変えて内合を変えて、日々試行錯誤しながらやってます。さあ、そんなこんなで抜きました。はい、予想通りですね、ぶち発根しました。バチバチに根が出てます。やはりユーフォルビアは発根率高いですね。高確率で発根します。ではね、こちらを違う鉢に植え替えていきます。プラ鉢からプラ鉢なんですが、今まで使用していた菊鉢から、こちらリン鉢になります。これは人によって感じ方が異なるので一概には言えないんですが、僕はどうしても菊鉢はね、発根管理に使用するので、あまりかっこよくは見えないんですよね。また菊鉢は黒で、これは鉢の中をより温まりやすくし、発根を促すためにこの色を使っているんですが、もう発根管理終わった株はね、違う色も使ってみたくなりますね。もう根が出てるから色とか頼りにしねえし、青とかクールでかっこよくねみたいなことを植物が言っているような、言っていないような、おそらく言ってませんが、鉢が変わって色も変われば植物の見え方も変わってくるので、まあそれもそれでいいかなと思ってます。それとこの株と同時に管理していた大きいダブルヘッドの株ですが、あちらもこの株同様先頭が腐り綺麗なところまでカットしました。ですがね、あちらは根を虫に侵されていたこともあり、体力的に持たなかったのでしょうか、ちょっと枯れてしまいました。ユーフォルビア初、不甲斐ない初なんですが枯らしてしまいました。もしかしたらあの株はダブルとして残しておくのではなく、もったいないですがそれぞれに分けて根をスパッと切った方が良かったかもしれません。まあ、食いたところで持ってくるわけではありませんので、この経験を糧にね、次回につなげていこうかなと思います。はい、ということで植え終わりました。やっぱりね、鉢が変わると見え方も変わってきますね。なんだか凛々しく感じます。というわけで今回はムランジーナの発根確認&植え替えの動画になりました。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。